イビガワ橋に存在するパテントシャフトの製造名盤。パテントシャフトはかつてイギリスに存在した企業である。1840年に設立されたパテントシャフトアクスルツリーをルーツとする。パテントシャフトが立地したのはウェストミッドランズのウェンズベリーである。創業当時から地元の人々数百人を雇用し、19世紀中盤当時、 バーミンガム付近に広がりつつあった産業革命において中心的な役割を果たした。周辺を含めてブラックカントリーと称するのはパテントシャフトを含めた重工業企業の工場が吹き上げる黒煙を由来としている。1970年代における製造業の落ち込みは最大規模の工場でさえ閉鎖の脅威にさらされることになった。 パテントシャフトは1980年には事業を閉じ、数百人が職を追われた。工場の建物は数年後、取り壊されたが、ウォルソール運河沿いに設けられていた、パテントシャフトの門は現存している。日本における鉄道の黎明期に、親とい外国人として、鉄道建設の指導に当たったチャールズ・ポーナルの影響により、パテントシャフト製の橋梁が輸入されている。かつては、 三線の鉄道橋であった海老川橋、ありがとうございます。